はい、ホーリーちゃんです。皆さん4割超える方法教えてください。調子はいい、調子はいい、結構ね勝ててるんよ。はい、現在4連勝中、結構勝ててるんは勝ててるんやと思うねんけど、4割乗らんのよね。はい、3割4分です。はい、防御率も1点台、0点台にしたい防御率で、打率4割超えたい。 OK、 いきましょう。はい、お願いします。どこださ行きましょう。いやー、手入れてもたー。ああいうの初球から行くべきじゃない。シンキングスプリット、これえぐいな。惜しいなー。うわー、流さないか。これだから4割超えんの。えぐいな、今の。エビしか打てねえ。さあ、ピッチャーの方はちょっと配球がねこれ悪いということで、まあ点数取られているんですけど、いやー、配球が難しいよね。やばい、いやー、甘かったな、今の甘かった。ここゲッツーが欲しい。先生、ゲッツー欲しいぞ。インコースのストレート、これが甘いんかな。いけ、いやー、オッケー。さあ、ベースピッチ、進化。うわー、惜しい。ここはゲッツーが取りたいんです。オッケー。いや、マジかー、シュート刺され。オッケー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 。ここもゲッツー、ゲッツーとか言いながら高めにいないけど、ボールでいいよ。おお、ラッキー。いやー、まあ、落ちすぎだ。オッケー、レスピッチ、ストレート、ゲッツーだ。なかなかゲッツー取れんな。これを長径にしてストレート、さあ高めのチェンジアップ。 OKOKOK、 なんとか0点。じゃあ打つ方頑張る。 OK、 惜しい。いやー、集中。うわ、手出るね、今の。危ねー。えぐ、わかるか、あんの。OK、 ツーボールワンサイ、ここ惜しい。ボールか、今のボールになる。うまい、今のは素晴らしい、綺麗なバッティングだ。とりあえず1本ヒット出た。ランナー動きませんね。OK、 まっすら打ちました、流しました。ここは打ち上げています。あ、簡単に落としまった。いや、ここ解散か。いや、でも守備ふう打っていく。ふう、坂本さんはここ代打でいいな。見たいとこ、いこう。まあまあ、アーチ続いてほしかったけど、よくない。さあ、これはこれで OK、 代打成功からのイチロー。4割乗るならばここもう1本打ってください。イチローなしは間に合う。まあまあまあ、いいでしょう。いや、柳さんちょっと怖いな、怖いな。さっきからちょっとヒット打たれてるからな。OKOKOK、 7番に松井秀喜、やばいな。
OK。 さあ中継ぎを休ませためにもここで終わらしたい。柳川さん、今いろいろありますね。しょうがない。OK、 ゲームズ勝利。これ勝ったらもしかして、もしかして、もしかしてだけど、ナイス報酬ゲットです。残留、まあ残留は残留、条件勝ち星5、ナイスです。あ、しかもこれ負けても昇級まであと1なんで、あの負けても2つかな、勝ち星2くれるんで多分昇級ですね。ありがとうございます。リュウちゃんと遊ぼう。5連勝中、相手も5連勝中、相手4割だ、いいな。俺まだ3割4分だよ。防御率0点台、そして打率4割目指しましょう。 OK、 お願いします。青柳ストレートがちょっとこうシュート気味に入ってくるんですよね。結局です。それはちょっとミート打ちでいこうか。打率上げたいしね。はい、刺さる。さあ前回の動画でもう盗塁をしないと決めましたんで、しません。最悪、強振にしたかったやん。まあ3番、4番、5番は強振にいきましょう。うん、やばい。流れが悪い、マジか。まあまあ抑えていきましょう。カーブから入る。ベストピーで、インコースのここにスライダー。甘いな。オッケー、危ね。ライドラー。もう一球スライダー。うまっ。うまい、マサタカさん。オーケー、対イエスで出る。インコースで勝負だ。バッテンの。高速スライダー。ナイス。流れいいかもしれん。うまいぞ。マサタカといい。山田といい。いい守備だ。行こうぜ、行こうぜ。流れ乗ってる、乗ってる。マジかー。もうちょっとずらさないと。オッケー、慣れろ。ボール、おお、惜しいな、惜しいな。いい感じ、いい感じ。やばい、マジかよ。超ケースぶっ刺さってるやん俺。え、うまいこと腕取る気がするんやけどな。ちょっと違うのかな、やっぱり。さあ、クロスチェーン。うわー、ポテンか。しょうがない。しっかりゲッツ取ろう。ボールでいい。ブンノー。ゲッツを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。ゲッツーが欲しい。甘い。マジか、連勝ストップしてしまった。しかも打率も下がった。甘かったな。いや、まあ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 、いいでしょう。一回こう負けてね、リセットしよう。うん、いや負けて昇級するんなんか嫌だな。まあおめでとうございますね。オッケー、頑張っていきましょう。ほら、3割4分4厘やったのに1厘下がった。泣くぜ。しかも防御率も多分これ上がったな。今の2点は痛い。オッケー、頑張りましょう。佐々木朗希さんか。まっすぐが速いのとスプリットがエグいのね。うん、うわマジかー。もうあれぐらい引っ張らなあかんもんな。うわマジなんでなん。めっちゃ綺麗に打ったつもりやったのによしってなっとったわ気持ち。ボールスライダー、スライダーはいい。まあ簡単に打ってしまいましたね。そこのフォーク入るのエグ。さあ3球目は何か。惜しい。わずかに右下が外れています。いや詰まった。1塁アウトで
ストレート詰まったらダメ。待て、まさたか柳田、大谷、えぐ。よし、行きましょう。ストレートを見せときたいな。高めにストレート。ケイ。で、さっきスプリットライダーともに通信。解散。オッケー。カットボール。ボールでもいい。危ない。そうですね。理想的なピッチングだと思うんですよ。はい、そうですよね。ここでボールでいいよ。ケイ。流れ完璧。あとは宇都宮。打率上がれ、オレ。最後。パワーでいこう、パワーで。あぶねえ、振り寄った。あ、今振り寄った、あぶねえ。まあここはね、確実に行きたいですよね。うまい。渋い。ヒットはヒット。オレ。ケイ、シービア、全く出ていいんやん、こっち得の。びっくりするぐらい出てないの。マジかー、正面しょうがない。よし、やっと出た。超合格。全身の頭を越えていけ。丸いくぞ。ボール。無理無理無理。何のあ、無理。あ、マジかー。ゲッツーは嫌だ。マジかよ、さっきから。だから打率が下がるんだ。オッケー、オッケー。マジ今の。どうしたどうしたどうした。通用しなくなった。ヒット数買ったのに一本で。マジかよ。やべ、打率防御率ともに遠のいていく。3割4分5厘、打率 1.1、 やばいぞ。1試合4本終えたな、多分。打率4割乗らんのちゃうかな。さっきの場合は2本しか打ってないから全然当たんない。1試合4本、OK。 さあ、まっすぐ。通信。うまい、カズマナイス。カットボール。ちょっと甘いか。いやあ、甘かった。全身をこれを定位置でいくか。で、いい。おお、引っ張り警戒。もう一丁。OK、 4本打ち行きましょう。だから1回に2本ずつね、最低でも。レッツゴー。ボール。ちょっとあの手出しすぎやな、これ。今の打ったと思った。まあいいや、やばい。惜しい。さあ次行きましょう。ボール球。うわ、マジ引っ張ってるし、2本で。これちょっとやばいな。ここでしょう。ここは藤井ゲッツーシート。サードゴロゲッツーとかが一番できれば。三振三振三振がいいけどね。うえ、マジか。はい、三振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 だけ。いやでもゲッツー欲しいな。ボールだろ今の。ごめん、詰まれ。オッケー。マジか、1点取られた。マジか。ピッチャー交代した方がよかったな。松井行こう。いやー、今のは痛かったな。選手交代だったな、戦略的にな。マジ。
この2点目はでかいな。連打丸エグ。行こう。OK。逆転可能。スリーボールツーストライク。ここだ。マジかよ。出んかった。ちょっと待って、流れ変えろ。三振は痛い。集中、ここだ。いけ、とりあえず1点。渋い、粘れ。ここは小久保さんで行こう。やらかした、今のは持っていけたホームラン。うっそー、また打率が下がる。マジ？ちょっとラストにしよう。ちょっと連敗が痛いな。そして打率も下がってる気がする。うん、いや4本打つとか言ってたの、どうしたの。お願いします。 OK、 落ちる。あぶねえ。崩していくかも注目ですよね。うまい。なんでストレート俺痛いんだろう。ちょっとずれるんよね、カーソルね。OK。 ガヤられるよ。ファールか、今のファールか。やばい。ゲルダースチョイス、ナイス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 。菊池さんじゃなかった今守備。イチローの足早っ。うまい。今のは手が出なかったんだ。オッケー。やっと出た長打。やっと長打出た。解散は守備もあるんでこのまま打ちます。うまい。解散広角か、出てるから変えんとこ。惜しい。切れました、ファールボール。ワンストライクです。いや、まあいいでしょう。さあ一巡、一郎さん行きましょう。いやー持っていけんな。うん、OK。 6本ヒットはでかい。さあこれからバファローズが守備につきます。そしてこんだけ点数だったら則本さん大丈夫でしょう。全力ですか。こっち、落ちると思うよな、あのカーソルから。今の見てるところからのストレート振り遅れるでしょう。スイッチ。いやしない。ゲッツ。オッケーで行こうか。ブメーチクドキッとした。バッターは4番村上。ツーアウトになっています。フォーク。これはオッケー。あ、ゲームセット。あ、ゴールドか。5点セットでいいです。ありがとうございます。オッケー。もうちょっとヒットいっぱい打ったから、もうあのこの辺で終わっとくか。いい感じで終わりたい。今ので打率は3割4分。うーん、やっぱ上がらんな。上がらんな打率。防御率も 1.6 か。別比率がね2割なんよね。これが少ない。もっと別比を出せるように頑張っていきます。はい、
もしね、もっとこういうことした方がいいよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。この動画をもしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。